どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが、4月28日木曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは本日ドラゴンズと戦いましたが、結果3対2の逆転勝利ということで、今シーズン初の3連勝、天敵大野投手をしっかり攻略して、秋山投手今シーズン初勝利、打線も本当にこう粘り強く大野投手から3点取りましたし、やっぱり今日は中継ぎ投手ですよ。特に9回岩崎投手、まあ珍しく吠えるシーンというのがありましたけれども、素晴らしい投球内容、こういったとこ とこについいいいいててても深掘りをししききなながらお話していきたいなと思います。では、早速お話をしていきますけれども、まずは投手陣から見ていきましょう。先発の秋山投手ですね。秋山投手は3月31日のカープ戦、そして4月9日のカープ戦と両方とも負け投手になっているんですよね。そして2試合投げて防御率が9点台ということで、なかなか状態が上がらず2軍降格。そしてそこから2軍での調整当番を経て1軍当番と考えられていたんですが、小川投手の急遽の抹消によって、秋山投手が中18日で1軍のマウンドということで、まあ、ちょっと不安点というのはありましたけれども、どういう内容になるのか注目していましたが、 結果からお話ををししてていくと5回2失点粘りのピッチンングを披露して今シーズン初勝利です、すで秋山投手の投球内容を見ていきますけれども、初回からちょっとヒヤッとする球というのも結構多かったんですよね。先頭の平田選手、アウトにはなりましたけれども、ストレートがスッと真ん中に行ってしまって大飛球というのもあったんで、そこからどのように修正していくのか注目ポイントだったんですが、2回ですね。ワンアウトから木下選手にヒットを打たれて、続く石川選手、これも甘く入ってしまったカットボールの抜け球ですかね。これを完璧に運ばれてしまって先制ツーラン、まあ、ちょっとガクッと来るというかね、秋山投手本来のコントロールではないなというところだったんですが、 その後はなんとか粘りの投球を披露してくれたと。まあ、これも4回に味方が3点取って逆転してくれたっていうのも非常に大きいと思うんですね。秋山投手は今シーズン勝ち星がなくて、で、相手が大野投手ですから、この流れでビハインドの状態続くかなと思っていたところで3点取ってくれたわけですから、秋山投手もそこからギアを入れ直して、5回もランナーを背負いましたけれども、きっちり無失点ということで、先発投手の役割を置いて降板。秋山投手は先日26日に31歳の誕生日迎えて、31歳初めてのマウンドというところでしたが、味方もきっちり逆転してくれた、そして粘りの投球もあって、秋山投手今シーズン初勝利です。でタイガー 実は6回から系統に入っていきました。もう中継ぎ投手の踏ん張りというのがここ最近素晴らしいですよね。僕自身この試合振り返り動画では先発ピッチャーの踏ん張り、そして打線の得点シーンというのはもちろんなんですが、きっちり中継ぎ投手についても一人一人ね、まあ、取り上げてご紹介するようにしてます。やっぱりこう中継ぎ投手がしっかり踏ん張って勝つっていうところもね、まあ、タイガースの一つの流れですから、それぞれのピッチャーがどういう成績残してるのかっていうのは逐一ね、皆さんにご紹介してますが、まず6回の浜地投手。もうこの浜地投手は今シーズン投手ですけれども、ストレートの9位というのが見違えるほど上がってますよね。で、ランナー出しても慌てない。先日 ンラのホームランというのはありましたけれれどもそれで、も浜地投手のの信頼というのは変わりませんで7回はアルカンタラ投手。まあ、ここからね、昨日同様勝利の方程式。まあ、7回、8回、9回入っていたわけなんですが、このアルカンタラ投手は三者凡退。で、今日のアルカンタラ投手のピッチングを見て感じたのは、ホームランを打ってる石川選手に対しての配球なんですね。まあ、ちょっとアルカンタラ投手不利のカウントになって、スッとストレート取りに行ったら怖いなというところで、フォークボールでファールを稼いだんですよ。まあ、こういうところが日本2年目というか、まあ、日本野球に適してきてるのかなっていうところを感じますよね。まあ、簡単に取りに行かないで変化球でもしっかりストライクを取れると。そういうところもあってアル 投手は7試合連続無失点素晴らしい安定感で、す。で8回は岩佐投手この岩佐投手手は連日しびれれる場面にに切り抜けてますが先頭平田選手にヒットを打たれたと。でここからドラゴンズがどう攻めてくるのかっていうところだったんですが、続く2番岡林選手にはバントをさせず、ここで見逃し三振。で、続くマルティネス選手のところで坂本選手のナイスアシスト、バズーカ炸裂で、ダイソーの坂松選手をタッチアウト。これは本当に見事な盗塁阻止でしたし、岩佐投手もきっちりクイックしてたんですよね。まあしっかり牽制入れたりとかもそうですけれども、やっぱりこの盗塁阻止っていうのは共同作業ですからね。まぁ、あ、二人の息というのがバッチリ合いました。で、打席の さあ、このように秋山投手が5回しっかり粘って投げて、浜地投手、アルカンタラ投手、岩佐投手と繋いできました。で、9回が岩崎投手。岩崎投手に関しては今シーズン、例年のセットアッパーという一置合ではなく、クローザーとしてね、ここまで戦ってくれてますけれども、今日のピッチングを本当に危機迫るものというか、素晴らしい熱意というのを感じましたよね。岩崎投手は先頭、ビシエロ選手にツーベースを打たれて、続く5番、ナベ選手。まあ、絶対右打ちさせないぞっていうね。まあ、坂本選手との本当に共同作業というか、バッテリーの意図を一球一 感じる配球だったんで、すががここここはは選手が上回りりりまましししししたたたたインコーーースス厳しいととととろ投げ切りましたけれどもファーストゴロただバッテリーとしてっっかややることをやったとでそういった流れでワンアウトランナー三塁、一本出たら同点という流れで迎えたのが木下選手。この木下選手には得点圏でよくタイガースやられてるなというイメージがありますが、もうここの岩崎投手の気持ちの強さというかすごかったですよね。まあ、最後はアウトローをビタッと投げ切ってしっかり見逃し三振。インコースのスライダーで見逃し取ったり、もう一球一球の意図が感じる配球でしたよね。で、続く石川選手、ここも一本出たら同点というところでしたが、もう最後は岩崎投手の貫禄勝ち、インコース 見逃し三振ということで、まあ、今日の試合が持つ意味というのは非常に大きいですよね。秋山投手の今シーズン初勝利もかかってますし、チーム初の三連勝もかかってる。そういった中で、ピッチャー全員が繋いできた中で、岩崎投手のバトンですから、絶対に崩れることはできないと、そういう強い思いを感じた。岩崎投手の今シーズン四戦目です。では、続いて、打者陣見ていきます。けれども、今日は全体で八安打、三得点ということで、安打数はドラゴンズと同じなんですよね。まあ、ですが、タイガースがワンチャンスをしっかりものにした。まさに電光石火の攻撃が続いたわけなんですが、まず、スタメンから見ていきましょう。一番センター・近本選手、二番・セカンド・熊谷選手。 3番ショート中野選手、4番ライト佐藤選手、5番レフト糸井選手、6番ファースト山本選手、7番サード糸原選手、8番キャッチャー坂本選手、9番ピッチャー秋山投手ということで、ま、これまで秋山投手が投げた試合というのは2試合とも梅野選手だったんですが、今日は坂本選手を使ってきましたね。で、2番に熊谷選手を入れて打順を変更して挑んだ試合なんですけれども、2点を追う4回です。この試合まさに電光石火の得点シーンです。皆さんと見逃しのないようにね、一球一球見ていきたいなと思うんですけれども、まずこの4回先頭中野選手がヒット、で続く佐藤選手もヒット。大野投手はかなり左バッターを苦手にしてますからね、 そういう中で中野選手、佐藤選手がきっちりチャンスを作って、続く5番、糸井選手。この糸井選手も初級です。完璧に引っ張り込んでタイムリーということで、これでまず1点差。糸井選手は今日2安打打ってるんですけれども、昨日の試合から5打席連続安打なんですよね。で、これで糸井選手は今シーズン22試合で22安打ということで、まあ、1試合に1本ペースで打ってると、まあ、代打の試合もあったりですから、まあ、それ以上のペースでスタメンに出るときは打ってますよね。で、去年、糸井選手は77試合で22安打ですから、すでにこの4月の時点で去年の安打数になりました。まあ、いかに糸井選手が元気かっていうのがわかる数字ですけれども、糸井選手はコメントで、 テレの激しい打球を見た直後だったんで、なんとか続きたいと思っていました。早い段階で点を返すことができてよかったです。ということで。ま、あこの糸井選手のタイムリーというのがまた後ほど効いてくるわけなんですけれども、続く得点シーン見ていきます。タイガースは中野選手、佐藤選手、糸井選手、3人の左バッター、3連打でまたノーアウトランナー、1塁3塁のチャンスを作って、2試合連続で6番起用の山本選手。この山本選手は打撃校長を変われてね、2試合連続スタメン、そして大山選手の欠場によってファーストで試合に出てるわけなんですが、ここで見事な絶妙なるセーフティバント。これで3塁ランナー、佐藤選手は楽楽ホームインで、セカンドの安部選手の ベーーースカバがが遅れれてて山本選手もヒットになってこれがタイイムリーナイアンですいや、こういう攻撃を見るとタイガースに流れ来てるなという風に感じますし、大山選手の欠場によってね、この山本選手のスタメンチャンスっていうのをめぐってきてるわけなんですが、こういう少ないチャンスをきっちりものにする小技も決めていくっていうね、まあそういういやらしさっていうのは山本選手に出てますよね。で、タイガースはまさに電光石火、大野投手を一気に冷め立てて追いついたわけなんですけれども、まだまだタイガースの攻撃は続きます。山本選手のバントが内安打になって、ノーアトランナー一塁二塁で、7番の糸原選手もきっちりバント、まあそれぞれの選手がしっかりやるべきことをやって、8番の坂本 選手打球はショートゴロだったんですけれども、3。塁ランナー糸井選手のスタートが素晴らしかったですね。しっかりシャッフルを取って打球が転がった瞬間にスタートを切ったとで、本塁突入ショートどの上選手の送球がワンバウンドになってリクエストまで行ったんですけれども、これがセーフ。まあ、これは糸井選手の脚力というか、まあ足が元気だっていうのを改めて感じますよね。まあ、しっかりシャッフルを取って、ゴロのスタートも完璧でスライディングもね。ちょっとタッチをかわすようなスライディングなんですよ。まあこの辺がベテランの技生きてるかなというところなんですけどね。まあ、昨日糸井選手は飛び出してしまってまあ、ちょっとね。恥ずかしい。プレート親、まあの監督が苦言を呈してました。けれどもきっちりバッティング。そして 総類で取り返してくれてます。たとえ大きなミスがあったとしても次の試合できっちり取り返してくると。まあ、昨日の場合はタイガースも勝ってますからね。まあ、そういう流れで糸井選手も救われた部分はあるかなと思いますが、きっちり次の試合で取り返す。こういったところに糸井選手の力そしてタイガースのいい流れを感じるなということで結局この3点急急でひっくり返したんです。まさに速攻天敵の王の投手攻略ということでタイガースは3連勝です。はいということで今日の試合内容については以上なんですけれども今日の試合前入れ替えがありました。というのも先発の秋山投手を上げるために誰がマッになるのかっていうねそういうところ注目していたんですけれども中次 石井大地投手がまあ僕の中でも抹消になるなら先日先発登板もした斎藤投手もしくはこの石井投手かなと。まあ石井投手は4月の19日以来投げてなかったんですよね。まあここ最近タイガースがきっちり勝ちパターンで繋げているっていうところもありますけれども、この石井投手の登板がなかった。そして結構石井投手は今シーズンも1軍2軍行き来してるんですよね。これで今シーズン2度目の抹消ですかただ投球内容というのは悪くないんですよ。石井投手自身3月の26日に失点していこう。それ以降は4試合連続で無失点中でしたから、またきっちり2軍で数字を残せればチャンスというのはあるんじゃないかなということで、まあタイガースの中 人ここ最近バシッとはまた上がっててきかい、たと思いますはいといとうことで、今回の動画では、本日4月の28日に行われたドラゴンズとの試合についてお話をさせていただきました。まあ、結果は3対2の逆転勝利ということで、タイガースは今シーズン初の3連勝。さらにこの波を大きくしていきたいところで、明日から東京ドームでのジャイアンツ3連戦です。その中で初戦先発するのが青柳投手。青柳投手は復活して以降、投げて2戦2勝。まさにタイガースの勝ち頭というね、素晴らしい成績出してくれてますが、明日は菅野投手との投げ合いです。青木 投手はコメントを出していますが、本当に素晴らしいバッターが揃っている。毎回注意してます。前回甲子園でもやりましたけど、東京ドームなら打ち方も変わりますし、攻め方も変わると思います。ということで、青木投手は今シーズン初登板、15日のジャイアンツ戦で8回1失点、きっちり白星上げてますからね。まあ、とにかく青木投手の試合というのは、基本的にテンポが速いというか、ポンポンストライクを取って、なおかついい流れを打線に持ってきてくれてますからね。連勝が続いている中でこの青木投手が投げるというのは、タイガースにとって非常に大きい。その流れで勝つことができるのか、そして4連勝になるのか、注目してみていきましょう。皆さんは今日の試合についてどのように感じましたでしょうか 良か,かったら皆さんのご意見というのもお聞かせいいいただけるとと嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、良かったらチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者2 9100人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次へ向けて、チャンネル登録者3万人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。で、また次の動画でお会いいたしましょう。毎日、ドラフありがとうございましたタイガース 渋い攻撃そして素晴らしい投手リレーで3連勝です明日以降さらに波を大きくできるのか注目してみていきましょうじゃまた